イドリス・ベースルタノビチ・ジャジコフは、イングーシ人の政治家。ロシア社会主義連邦ソビエト共和国内の産学自治、ソビエト社会主義共和国やイングーシ自治州の養殖を務めたが、大粛清の犠牲となった。1896年1月31日、ロシア帝国テレク州、バルスキで、バルハネの古い、イングーシ人氏族の家庭に生まれた。父は、 ジャジコフは後に入学する、ナズラン山岳学,学校の最初のイング宮詩人教師の一人であった。ウラジカフカス実家学校を卒業した後は地元で教師を務め、その後さらに1914年から1917年まで、モスクワ農業学院で学んだが中退。北カフカースでの革命運動に参加し、翌1918年10月には、ボリシェビキ島員となり、同年から、 テレク州の革命委員会及び、ソビエト執行委員会メンバーとなった。1921年には、ナズランカンクソビエト執行委員長を務め、山岳自治ソビエト社会主義共和国中枢ではまず、中央執行委副議長に、ついで同年4月25日から翌1922年1月までは、内務人民委員に、同月から1924年1月までは、 中央執行委議長に就いた。翌2月から8月1日までは、党三学衆委、同月から11月までは、党中央イングーシジ州組織局、同月から1929年9月3日までは、党イングーシジチ周の責任初期を歴任した。イングーシ代表として、ジャジコフは、イナルクマリーサゴフと共に、北オセチア自治州及びスンジャコサック管区との間の、 領土交渉に役割を果たした。ジャジコフの政権下で、イングーシュの経済は発展し、ステクロタルイ工場、エズミン水力発電所、アルハンチュルトウンガ、ナズラン粉砕工場及び、ナズランレンガ、タイル工場、アチャルキミネラルウォーター工場、アルムヒオンセンリゾート、農業基地、ヤンディエボ要塞、ガムルジエボ要塞、ナズラン要塞工業、教育、獣医学校などが建設された。 民族劇場も復興され、民族語の新聞も刊行されるようになった。ジャジコフは、第12回、第14回、第15回の党大会及び、第10回全ロシアソビエト大会及び、第1回全連邦ソビエト大会にも出席し、全ロシア中央執行委員会メンバーにもなった。その他1918年から1924年までに、勤めた地位には、隠偶死亡栄誉メンバー、 産学コミューン局書記、地下イングルシュカンクイ、メンバー、イングルシュ革命委メンバー、テレクソビエト共和国農業人民委員、南東地方ユラジカフカス局書記、ソビエト連邦中央執行委員会メンバーなどがある。ジャジコフは、政務の傍ら1925年には、マルクス主義北カフカース地方コースを調校していたが、1929年4月12日には、 当期カ,カース地方移局決定により、当中央移付属マルクスレーニン主義コースの長校生としてモスクワへ派遣されることとなった。ジャジコフの公認として、イングーシ自治周囲責任初期に就いたのは、元アディゲジ治周囲責任初期のヨシフ・チェルノグラズであった。しかし、チェルノグラズは、現地の収族や宗教を軽視した高圧的な態度を取ったことで、住民の反発を招いた。 結果として、翌1930年2月3日、チェルノグラズは政治宣伝活動のため山村に赴いたところを、側近らと共に殺害されるに至った。そして、ジャジコフは、妻ジャネッタと共に、この事件の防御に参加した容疑で同年に逮捕された。1932年6月11日、ジャジコフはロシア社会主義連邦ソビエト、共和国際交際によって、 刑法第58条に基づき死刑判決を下されたが、セルゴールジョニキゼやアナスタスミコヤンなどの党幹部の尽力によって、懲役10年へと減刑された。ジャジコフは1934年4月まで、コミジチ共和国の NKV d ラーゲリで過ごし、翌1935年にソビエト連邦中央、執行委員会幹部会決議により出国した。 その後、ウリアノフスクへ追放されたが、翌年には、連邦中央執行意決議によって、完全に放免された。その後は、トゥーラで、クラスヌイオクチャブリ工場のプランナーを務めていたが、1937年10月初頭には、モスクワで妻と共に、再び逮捕された。そして、ジャジュコフは、翌1938年7月5日に、 グロズヌイの NKVD 刑務所で獄死した。2002年6月、イングーシュ共和国大統領、ムラト・ジャジコフの大統領令により、イドリス・ジャジコフは、イングーシ民族国家の形成、発展における、優れた功績を検証された。イドリス・ジャジコフの名は、イングーシ共和国の首都マガスのイドリス・ジャジコフ大通り、そして、故郷バルスキの学校に残されている。バルスキには、 記念碑も建てられているが、記念碑は2006年4月と2008年11月の2度、爆破されている。ありがとうございます。